ヤニク・ベスター・ゴアは、デンマークの首都、コペンハーゲン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、レスターシティ FC 所属。ポジションは DF。デンマーク人の父親とドイツ人の母親との間に、生まれる。母国デンマークのブロンビー・イーフのユースチームで育ち、ホッフェンハイムにて、プロデビュー。2016年6月11日、ボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍した。 2018年7月13日、サウサンプトン FC と4年契約を結んだことが発表された。2018年8月12日、バーンディー戦にて、プレミアリーグデビューを果たした。2019年8月31日、マンチェスターユナイテッド戦にて初ゴールを決めた。2021年8月13日、3年契約でレスターシティ FC に移籍。移籍金額は、 非公開であるが、スカイスポーツによれば、推定1500万ポンドとされている。2021年8月14日、ウルブス戦にて、レスターでのデビューを果たした。デンマークの年代別代表に選ばれており、2013年8月14日のポーランド戦にて、デンマーク A 代表デビュー。2015年11月17日、UEFA ユーロ2016予選プレイオフの、 スウェーデン戦にて試合終了間際に同点弾となる自身代表初ゴールを挙げるもデンマーク代表は2試合合計スコアで敗れて本戦出場は叶わなかった。ありがとうございます。